サポンパラトコラソン。カイ君と私はこの話をスペイン語で一旦やってから日本語でやってるので、もしかしたらカイ君にはもうまた同じことっていう感じになるかと思うんだけど、日本語でまだ話してないことは言語のことなんだけど、質問していい？カイ君のファーストランゲージ。うん、初めてのことはカタカナにしよう、カタカナにしようと思ったんだけど全然できなかった。カイ君の母国語っていうことと、カイ君が今一番ペラペラ自信を持って話せる語言語を、ね、まあ、そこら辺を話してほしいんだけど、お願いします。そうやな、僕は兵庫県神戸市の生まれ育ち。なんか食べたら台本になってきた。ここにあるな。ここにあるね。これ、日本語で見てる皆さんにはまだ言ってないと思うんですけど、カイ君は最近、ね、テレビデビューっていうか、もう、まあ、以前出てると思うんだけど、うん、そう、デビューって言っちゃ、まあ、ちょっとカイ君には悪いんだけど、最近旅サラダにね、2回も出ちゃってね、うん、わーって2人で盛り上がって、うん、みんな見てくれた人がいるかもしれないですね。あ、まあ、さっきに戻って、誰かがね、さっきに戻って、ね、言語が、まあ、兵庫県神戸市生まれて、まあ、大使はやっぱ日本語で、ずっと頭も全部日本語だけやったの。で、3歳からコスタリカに行って、そこからもう、スペイン語を覚えるようになったかな。その時はまだ全然スペイン語を話せなくて、まあ、保育園、幼稚園の時に送られた時にも、誰とも一人相手にも話せなかった。理解できないからね。もう誰とも話さず、まあ、そこら辺一人ぼっちになってたけど、という話も、辛い話もあったけど、まあまあ、子供のところ、子供のね、時だから、まあ、簡単に言葉とか覚えるようになって、もう今になってはもう完全に、スペイン語の方が日本語より上手かな。うん、まあ、なんか、うん、まあそうね、同じレベルぐらいかなと私思うけどね。いやいや、全然、まあ、ちょっと引き続き僕と日本長い間日本語話したらなんか変っていうか発音が変とか使い方がとかわって、はいはい、使い方がおかしい、はいはい、絶対なんか出てくるから。もう本当にハーフあるあるだよね。うん、ハーフある。でも実際お客さんとかも一緒にね、7年間仕事してるんですけど、もうあんまり違和感ないなって言われるから、まあ嬉しいこと嬉しいですけど、うん、僕もまあ完璧な日本語じゃないっていうのはもう分かってるんで、うん、まあ、それだってね、まあ、なんか 100% じゃないけど、まあ、それの方がちょっと、もうちょっと上手かなと、僕は。はいはい。はいはい。次の質問は、カイ君は何歳になってスペイン語をマスターしたのかな？例えば私の場合なんだけど、私もカイ君と本当に全く同じく3歳の時にメキシコっていうちょっと新しい面白い地域に連れて行かれて、本当に全く同じで、私の場合は7、8歳ぐらいまでは結構スペイン語に全然自信なくて、本当に学校行って泣きながら帰って行って、お母さんに日本語で、そうそうそう、日本語しか話せない。僕の幼稚園の時と一緒だね。もう本当に一緒で。悲しかったね。でも、うちの面白いことは、うちの、ね、父も、うちのお父さんは、まあ、カイ君もさっき言ったと思うんだけど、カイ君のお母さんは5年間ほど日本に住んで、まあ大体日本語のいいレベルがあって、日本語を話せるって言ってたと思うんだけど、私も結構同じ環境で、うちの父は日本に20年間住んでたのよ。だから、うん、家庭内が全部完全日本化してて。ああ、そうなんだ。そうそうそう。だから、うん、なんか家でスペイン語を話す機会が一切なくて、だから学校行ってても家に帰って全部日本語だから、なかなかスペイン語が成長しづらかったのね。あと意外となんかバイリンガルスクールに入れられて、そういうこともあって、なんか英語とスペイン語を同時に学んでるから、なんか結構ごちゃごちゃで、7、8歳くらいまで全然スペイン語に自信がないっていう状況が続いたんだけど、カイ君はどんぐらいかかったスペイン語をマスターするまで。いや、もう記憶ある時からもう素早くスペイン語を知ってます。そうん、でも最初本当に日本語で、あとからスペイン語覚えたけど、なんかスペイン語も早く覚えて、毎日生活に使うように。で、僕の場合、家では、
まあ、もう本当に小さい頃からあの親父とはもうずっと日本語、うん、でお母さんとお母さんとはもうずっと、スペイン語だから分けて分けて、そうなんだ、うん、もう全部この頭が、ね、半分になって本当にハーフなんだねそれは本当にで実際あの1年生から3年生ぐらいまでは、はいはい、普通の1年コスタリカ学校通ってコスタリカ学校の休みの時は、うん、日本人学校、コスタリカの日本人学校に通ってました。あ、そうなんだ。コスタリカで日本人学校があるんだ。あ、それ行ってたんだ、カイ君は。行ってた。まあ、まあ、3年生ぐらい。ああ、さすが。うん、さすが。休みになってて。私、それ一切なかったのよね。ああ、なったんだ。何なんだろう。そう、日本人学校通ったことなくて、でもまあまあ、ありがたいことに、家庭内が日本語だったから、一応こんぐらいのレベルがあるっていう感じなんだよね。うん、で僕もそのさっきも言いましたけど、まあ、1年間日本で通ってそこもさらに今後強化できたと思う、はいはいはい、ねえねえなんか今思ってたんだけど私たちってこの日本語で話してる時の方が話がまとまってたりしない？いやもう一回話してるものだから多分もうスペイン語から日本語に調子いいよね私たち日本語で話して知らなかったもう最初だけずっとねスペイン語話してたから日本語ちょっと忘れたみたいな感じでもちょっとねエンジンかけたらなんかもううまくいったねすごいうまくいってると思うねえねえねえ私たちさ日本語でこうやってペラペラ話すの初めてだよね、うん、いつもスペイン語で話してるよねやっぱお互い、うん、トワトさんも最初のメッセージも全部あったから、まあ、アイミーさんもどんだけ日本語話すかも自分は分からなかったねずっとなんかほとんど全部だからさ遠慮してたよね私たち本当にいやもう話めっちゃ日本人だったよねめっちゃ日本人だね関西人の日本人ですジャポンパラトコラソン